こんばんは、元気です。Galaxy S20 インカメラ、夜だとこういう写りって感じです。今日は、まだほとんど Vlog を何も回してなくて、もう夜の9時前。さて、仕事を終えて、今日の散歩分のノルマをこなしたいと思います。今日は雨ではないので、乾いてる夜バージョン。この真ん中のレンズは確か F 値が高い、低い。明るいレンズなんで比較的止まって撮れば夜でも割と見れるような感じになってる気がします。インカメラはノイズまみれかつ、まあ歩くと手ブレ補正も余計に大変なことになりますね。夜弱い広角カメラ、このぐらい明かりがあればまだなんとか映像としてというか、まあでもグラグラしますね。夜は信号待ちで停車してもこんぐらい、やっぱ F 値が低いんで、もう左上とかノイズ目立ってますね。と結局昨日と同じイオン系のスーパーに来ました。なんだかんだスーパー来れば買い物する的なとこですよね。今最後帰ってくるとき商店街の中で多分スチールの写真の撮影をしていた3人組の方と、まあお店の外観撮るみたいな感じだったんでムービーかなと思ったんですけど、で多分 α7-3 かなんかの α のあの形のカメラに、どうやら多分と思った。中望遠気味のレンズかなと思ったら多分あれですね。ちょっと10倍ぐらいの便利ズームつけてた感じで。やっぱ夜にね、動画綺麗に撮れるのが、まだまだちょっと優位性があるのか、希少性があるのかなと思いました。